はい、どうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。早速ですけれども、本日は未編集だった今年の初めに大雪が降った日の動画をアップロードさせていただきたいと思います。それでは早速いっちゃいましょう。はい、ということでですね、今年の年明けに大雪が降った日があったと思うんですけど、ちなみに俺は東京なんですけど、東京で大雪が降った日があったんですけど、その日の動画が未編集だったので、ちょうどこのゴールデンウィークも明けて最近暑い日も出てきた中で、少しでもね涼しい気持ち、あの頃は涼しいというよりマジで凍える感じで、もう手の感覚とかなかったんですけど、まあ、そのね涼しい感じを少しでも感じていただこうということで、本日はその動画を編集してお送りさせていただきたいと思います。まあ、年明けなのでちょっとした抱負みたいなのも語ってたので、ついでにそこら辺もね見ていただければなというふうに思います。ということで早速そちらの動画ご覧いただきたいと思います。はい、ということでですね、本日は2022年の1月6日なんですけど、なんか東京でめちゃくちゃ雪降って大雪警報みたいなのも出てたらしいんですけど、もう雪がねもうめっちゃ積もってて、ちょうど今年の1月1日元日なんですけど、ちょっと雪国にね 2,3 時間ぐらいですかね滞在して雪は見てきたんですけど、まさかねこの東京年始めにこんな雪が降り積もるなんて思わなかったんですけど、すごい雪が降り積もったので、結構普段からこの夜のお散歩は来るんですけど、せっかくこの雪が降り積もってる公園の風景ってなかなか撮れないんで、動画回そうかなということで動画回しております。皆様こちらが初雪なのかわかんないんですけど、俺が知る限りこの町でこの年の初雪ですということで、こんな感じでね、はい、雪が降り積もっておりますということで、2022年も本格的に始まりました。もう俺も明日仕事始めだったりして、2022年本格的に始まったなーって感じなんですけど、年の初めこうやって雪も見れていい気持ちでね1年のスタート切れるんじゃないかなということで、はい、皆様ももうお仕事されてる方も多いと思うんですけれども、まあ、2022年、まあ、まだ1月ということでね、本当にこの2022年皆様にとっていい年になるように心から願っております。もう俺自身もねすごい2022年いろいろと頑張っていこうって思ってますので、まあ、この YouTube チャンネルもそうなんですけど、企業とかに向けてもいろいろと勉強したりとか、今年すぐなんか会社を起こせるのかって言ったらそんなことはないと思うんですけど、まあでも一歩ずつ進んでいかないとね、いつまで経っても何年経っても何十年経っても会社なんて起こせないと思いますし、まあね企業の勉強とかも進めながら、あとエンターテインメントとかもねやっていきたいなって思ってるので、エンターテインメントのプレイヤーとしてもね頑張っていきたいなって思ってるので、まあそっちの方の練習っていうか鍛錬とかも積んでいきながら、 YouTube は楽しくやっていければいいかなと思っております。ということで皆様の2022年が良いお年になりますことを心より願っておりますということで、皆様本年もよろしくお願いします。ということでですね、本日は未編集だった今年の初めに大雪が降った日の動画をご覧いただきました。まあ、最近暑い日も出てきたので、少しでも涼しい気持ちを味わってもらえたら幸いでございますということで、本日の動画は以上とさせていただきたいと思います。興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた会いましょう。